吸えなくなっちゃった、どうしよう。まあいいか。普通に飲むしかないわ。うん、今すごいなんか、はあ、まあもう少なくなってきてたから、まあ、普通に飲むわ。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。開始30分ほどで食べました。イエーイイエーイ。でも多分今腹8分目ぐらいです。ちょうどいいのよ、8分目が。あーやば、急に眠気がご飯食べた。子供や。早い。夜ご飯だったな。人間らしくて可愛い。人間らしい。あ、チキカイ、ありがとうございます。話し会もありがとうございます。なんか福岡のが残暑になってた。あ、そうだ、あれなんだっけな、最初の日程の幕張が今回がラストの受付になります。ラスト。フフフ、そうなんです。明日で終わり？あ、そうですね、明日の13時でもう再販受付が終わりか。
知らない人多そう。次回はあと3日です。明日の13時まで。書けばいいんだろう。そうね、次回は先着ですね。10月21日。リアル21。わなります。明日の13時までか。喉に詰まったわ。えい。ポチッとな。こうした。よきよき。よき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 。ですね。ストーリー、あ、そう、ストーリーでは質問、悩み相談か、悩み相談を募集しました。そうなんよね、文字数
制限はあるけど、ラジオネーム送りました。そうなの。そう、確かに。スクショくれるか。スクショくれるわ。ですね、ですね。やってみようと思います。なんかラジオっぽくしようと思ってます。いい感じのアプリあればいいけど。ラジオネームですよ。いい感じになったら第2弾もしようかなって思います。ですよん。そう、ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオじゃないけど、でも名前がある方は読んで、ない方はちょっと読んでいいか分からんので、とりあえずは読まない方向にしますね。うん、なんか送るの送れてない方は後から送っても分かるけん。それで24時間以内だったら、うん、そう、なんかラジオネームあったら読みますって書いたんですけど、なんか本当になんかそのままの方もいらっしゃるけど、本当にラジオネームある方もいらっしゃって、やっぱり、ああそうなんだ、ラジオネームってすごいんだみたいな、で効力を感じた。そう、完全に違う名前。お悩み、そうだね、ふわふわでもなんかそうね、ちょっと重すぎると逆にちょっと答えづらいところはあるんで。そうですか。そうなんですよ。
感じですかね。うん、次回待ちでも全然やってみますわよ。特に縛りはないけどね。ですよん。悩み相談、うん、いろいろありました。全然違うのもあったけど、うん、ありました。でも答えるのが楽しみですね。どうしよう、配信終わったらもう撮ろうかな。うん、そう。うん、そう、ムビアンにあげる。うん、まだ間に合いますよ。24時間、あと明日のお昼まではできるけど、あ、そう、いろいろ投稿したりしてる。9月下旬のブログは、あのね、大阪の千秋楽終わっていろいろ文章書いたりまとめたりして送ったけど、明日以降の投稿になりますってなった。そうね、はがき？そう、それで、なんだっけな、昨日の投稿になったけど、そう、動画ね、確かに何分なんだろう、
でも多分何分でも良さそう。なんか先月なんだなんか第1弾メンバーと第2弾メンバーがねあってさ、私第1弾だったんですけど、第2弾メンバーが始まるときになんか第1弾メンバーはこんな感じにしてますみたいなのがなんか紹介されたみたいな噂をね聞きまして、やばいってなったそれはやばいってめっちゃそう。めっちゃ恥ずかしくなった。私最初のブログでさめちゃくちゃ詳しく書いたんですよ、自分のことを。これをもしかしてね、見られたのかな、分からんけどと思ったらやばいって。そうファンの方にね紹介だったんですけど、確かにお試しメールもあったね。ファンクラブね、更新してますよちゃんと。まあ、時々見てくれたら更新してるんでね。そうね、通知は来ないけど。会員証、確かに準備してるのかな。そうね。今準備してるのかな。それよ、ファンクラブイベントもねしたいですね、早く。確かにそうだよね。イベントもうそろそろなのかな。いや受付まだないのか。なんか
ね、早くお届けしたいですけど、ちょっとどうなってるんだすごいな。あれこれちょっと配信あれかな、ちょっとタイムラグあるかもしれん。それでもないか、ちょっとだ、ちょっと。違うわ。時々、そう、時々タイムラグ起きるけど治っていく。時差やん。